トーン・ベルヘイはオランダ出身の指揮者。本名はアントン・ベルヘイ。ロッテルダムの生まれ。指揮者であった父親から音楽の訓導を受ける。イサーク・メイゼルにチェロを学び、アーネムのオーケストラ協会、ウィーン・ラクユ協会やユトレヒト市立、管弦楽団などの団員としてチェロを弾いていたが、 1936年から1938年までロッテルダムの公共楽協会のオーケストラの指揮を任されて指揮者に転向した。1939年からハールレム還元楽協会の主席指揮者を務め、1942年にハーグレジデンティ還元楽団の指揮者に転出したが、1949年にハールレム還元楽協会に戻り、 オーケストラが北オランダフィルハーモニー管弦楽団に発展するのを見届けた。ハールレムにて死去。トゥーンバーヘジディスコングス。ハットメンズ EN メロディー4。255。オーガスト19。1958インヒストリー。2017年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月25日閲覧。 インベンターイスライスと VAN ヘッドアルキフ、VAN トゥーンベルヘイ。2017年5月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年5月25日閲覧。ありがとうございます。